前沢さんはフォロワー、何のためにお金配りしてるのまあ、お金持ってるから暇だったからって感じですけどね。多分ね <laughs>。あんまり大きな考えないと思いますよ。その、お金をなくしたいみたいなそういうノートを見ましたけど、あんまり哲学は感じられなかった。うん。なんで、まあ、フォロワーを増やしたい。フォロワー増やすと、まあ、エンドユーザー向けの B2C のビジネスがやりやすくなるんで、それをやりたいというのが一つと、まあ、単に目立つからあー、ということ。暇だから。あーまあ、こう、なんとなくいいことっぽいから、そのぐらいだと思いますけどね。